一応男性。一応でもなんかさ、モテないの。それはダメよ。進撃の巨人みたいになってる。生まれはロシア、出身は関西、舞台は東京、イロシキーズです。今日はスペシャルゲストに来ていただいております。ママのたかしです。チーママのひできつむです。セコの神です。3人合わせてエンディーダブリエラです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。オンオフがすごい激しいエンディーガブリエラさんって言ってるけど、エンガブさんって結構言われる略されて言うことが多いんやけども、うん、アーティストなんですよね。そうです。歌って踊って、うん、っていうのをやってます。素敵な印象。そう、一応ちょっとわからない方のためにお伝えすると、一応男性。そうです。一応でもないんですよね。そうです。一応でもしっかり男性なんですよ。めちゃくちゃ綺麗やんか、うん、この距離で見てもさ、もう肌も綺麗やし、もうね、そうだから頭ね、さっきからね、いつももうお世辞を真に受ける。そう、事実です。めんどくさいタイプだ。 YouTube でもすっごい人気で、アーティスト兼ゲイのそうですよ、そうです。最近あのデビューされたということで、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。CD になるんですか？メジャーデビューしてからは配信限定になるので、うんうん、10、11、12と配信限定のシングルリリースしてるという状態です。シングルリリースなんか普通のことやのにエロく聞こえるな。ばっかり考えてるからでしょうよ。も変わらないでしょさっきもね、1個前の動画でコラボしてたんで、うん、まあ、まだ見てない方ぜひそっちも見てほしいんやけども、うん、まあとにかくね、うん、エロいお話が大好き。エロいお話が大好きな。いやいや、エロ女さん、あなたに言われたくないですよ。エロスキーズ、エロスキーズ、エロノミーズでしょ。ほんとよ、エロノミーズでございます。今日はね、ちょっといろいろね聞いていきながら相談とかもしていきたいなと思って。エロい話していこうか。なかなか飲んでらっしゃるもんね。そうなのよ、そうなのよ。前からずっと見てて思ってたのが、うん、仲いいんですか？始まった。前から見てくれてたの？え、見てますよ。嬉しい。慌てて見たんでしょ？そうそもそもなんかこうミロシキズと一緒にやるって決まった時にコメント欄に絶対に仲良くならなそうみたいな2ヶ月ぐらい前かな、コラボしますかっていう話になったんだけども。いや、もっと前じゃん。結構またコロナがね。でも先日ね、自分電車を乗ってることが多いんやけども、すいません、ブレスさんですよねって言ってきて。私ですよ。すごい。初めなんかナンパかと思ったらしくて。なわけあるかいみたいな。素の姿やったのよ。すっぴんで、誰だかわかんないみたいな。すいません、エンガブのたかしですって言ったら、みたいな。そうなのよ。そこにもうたまたま行っても、で、その場で、いつコラボするの？そう、もうこれ今決めないとですよね、みたいな。で、その場でもう、なんか何日が何日って言って、そうそう、今日。最初の席座れてたら、もうずっと同じ。あんた、ろれつ回ってるじゃん。ビールの匂いしてくるもんだって思ってたから。どうしよう。どうしねえよ。恥ずかしすぎた。お前、それ今からやる男の前とかでやれ。何も響かないから、ここにやっても。あるちゃんさ、聞いてみたいことある？うまい返しの作り方とか知りたいかも。ずっとね、悩んでんの。ほら、顔が割れちゃってるからどこで出会うのかみたいな話あるよね。でもそれは、エンガブさんもすっごい人気じゃないですか。うん、どうされてるの？どういう風にしてるんだろう。すっぴんを出してないんですよ、全く。うんうん。だからネットで、エンガブって検索すると、一番初めに、たかしすっぴんって出てくるんだけど。でも出てこないんだ、それで。一個も出てこない。普通に街歩いてても、まあ、帽子かぶっちゃえば、まあ気づかれないので。うん、俺、二丁目に行ってもさ、うん、モテないの。テレビで見る印象があんのかな。でもテレビに出る前からなのよ。自分は初めて東京に出てきた時、うん、一番最初に行ったのが2丁目やったんやけども、その時はもう、あ、多分モテると思って行ったんやけども。これはダメよ。進撃の巨人みたいになってそれはモテねえよ。私2丁目で結構外国の方と仲良くなったりとかして。それは向こうから声かけてもらうんですか？私結構アジア顔だから海外の人に好かれがちなの。日本人で外国人を好きな人が好きになる外国人っていうのがやっぱモテるわけです。そういう人たちが好きなのはやっぱり背の高い外国人、かつぐいぐい自分から行く感じの外国人、ほんで多分ちょっと英語が話せるとかさ、外国人感みたいなのがいるんやろうけど、もうこっちはもうほなすいませんわ、もうよろしくお願いしますみたいな感じで行くからさ。逆に面白いけどね。素はどんな感じなんですか？今見たらまあお姉様って感じやけど普通のね。でもほんとこのまんまなので割と容姿うんちゃらというよりはマイナスギャップなのかなって気がする。喋るとすごいこんだけほげてるから。全員ほげてるんですか？本来ほげてますよ。こん中って誰が一番ブイブイ言わせるんですか？こっちが
じゃないですか。いや私の場合はあまりに美しくて周りがたじろいじゃんだからそうなんじゃない、うん、もしかしたらそうかもね。みんなもう声かけづらくなってる。そうなの、そうなの。じゃどうしたらいい、そういう場合は。どうしようかね。でもね、それでいてアリちゃんが全然彼氏できんくてなんかやれないとか言って、やれない、このせいでおっぱいしぼみ始めたとか言うんだけど、そんなわけないじゃんって思う。こっちからしたらこっちは分かるよ、理由があるから、てめえは何なんだっていつも思ってる。でもさ、やりたくない、あいつとやりたくないやんか。どういう人が好きなの。化学反応起こしたいかも。何言ってんの。あ、怖いぞってなりたいの。起こしたい起こしたい、ひるきも化学反応起こしたい。あんた一人で起きてるタイプじゃん。見た目のタイプはどういう人。見た目は結構昭和の人が好きかもしれない。石原裕次郎みたいな、ゴリゴリの男気みたいな感じ。あ、男っぽい人が好き。どんな人、例えば竹内力とか。とっても男っぽい。竹内豊かとかではなくて竹内力みたいな。竹内力に泣くんだっていう。日本の人がいいってこと。あ、でも日本の人がいいかも。大人っぽい感じの人が好きだから。うん、何、理想高そうよ。でもそんなことない。そんなことあるんだよ。結局なかったらその辺街歩いてさ、また開いたらいいわけじゃん。その辺歩いて急にまた開いたら。大丈夫、そんな女で。このビジュアルお持ちだったらそうだな。そうだって私も一緒だから気持ちわかりますね、やっぱり。将来はさ、どうなりたい。自分が納得するような毎日を送るっていうことを日々積み重ねて年を取りたいねって思ってるから。相手はもうオプションじゃん、自分の人生にとって。家族だろうがなんだろうが自分で責任を持ってやることに対して幸せを感じてるっていうことを毎日続けてって、最終的に死ぬ時に満足って思えればいいかなって思ってるかなっていう。それに伴ってパートナーがいたらいたで、うんうんうん、それは素敵なことだしっていうことよね。そうそう、それはまた別の喜びじゃない。結局なんか一番自分が幸せって感じるとき、自分で何かを成し得たときだから。今までいろんなゲストの方来るとこの質問するんですよ、うん、今の一番ね納得したかも俺、うん、いろんな人の意見聞いた中で。三輪明宏さんやったかなが、幸せとは何かっていうのをラジオで話してたの聞いたことあるんだけど、幸せっていうのは一瞬しかないっていうのを言ってて、お風呂とか入ったりとかすると気持ちいいってなるじゃないって言って。でもその、あ、気持ちいいって思った瞬間は幸せやけど、そのままじゃあ1時間座っててみて、のぼせていって、だんだん気持ちも悪くなってきて、早く出たい、早く出たいってなるやんって、いう話をしてたのよ。でも今の話って、お風呂入って今気持ちいい。時間が経ったら出たいなって思った時に、出て、その後、例えば扇風機に当たるとかすると、また幸せやん。だからその積み重ね、次々新しい幸せを見つけられる心の余裕が必要ってことよね。いい話する。これが結婚とかやと、結婚をしたら次じゃ子供を産むことが幸せやし、レールが見えるからいいけどさ、私たちってそれがさないからね。あったところでっていう感じかな。誰かに頼って生きるっていうのがすごい嫌だなっていう感じだから、結婚できるようになりましたって言ってパートナーと結婚したってなっても、お互い独り立ちしてて一緒にいるっていう感じが理想だな。主婦になりたい。でもね、やっぱりちょっと変わってきたの。変わった。変わってきた。だってね、本当に変わってきたね。パートナーが欲しいゆえに寄りかかりたいみたいな感覚がどうしてもやっぱ若い時はあったけど、もう今ないよね。結局なんか男同士だからちょっとフィールドがやっぱり一緒じゃない、うん、でそうなった時に相手にしてほしくないことを自分がしてしまうのもちょっと違うかなっていう風に思うようになってきたから、お互いがやっぱり自立してて認め合えててっていうお付き合いができる方が自分の主張もできるし、単純におごってもらうのあんま好きじゃなくて、おごってもらうとその食事に対して何も意見が言えなくなるじゃん。パワーバランスができるというかね。まあ、あれじゃんできるんよな、おごってもらっても。柿食べたいって言うもんね、いつも。誰かにこう人生を左右されるのがすごい嫌だから。結構だからこういう格好したりしてるけど、男やね、おっさんよ。本当は、うん、ずっとクイックルワイパーさっきのして飲んだ後のヤクルト置きっぱなしにしてんの、ちょっとここに置かないでよねとかっていう。やりたかった。最近変わったの？ちょっと会社とか作ったんですよ、自分で、うん、なんかそのいろいろやったりとかするようになって、うんうん、養うのもありやなっていうのに気づいたの。最終的な目標が死んだら泣いてほしいっていうとこやから、うん、その人はもう俺の経済力がなかったら生きていけないし、自分に死なれては困るっていうので、うん、大事に思ってくれる人っていうのをもう金で買うっていうのはありかなと思ってきたの。金で買うな、そこを。養ってあげてるというところに酔っかかってる状態になっちゃうから、うん、そっか、そうなのよ。怖い。いやー、やだ。怖い。おかまって怖いね。じゃあそいつが成長できないように。やめなさい。
そういう恐ろしい。自分っていうものをすごくこう大事にやってる人っていうのはずっと魅力的かもしれない。もしくはほどすごいペニスが。ペニスを裏切らない。年とともに裏切ってくる。こうだから。やめてよ。カミングアウトはいつしたんですか？私の場合は、家族は二十歳超えた頃かな。長く付き合ってた彼氏がいて、その時によく家に来るようになって、ちょっと隠せないなと思ったから、ある日突然、あれは友達ではなく彼氏ですね。そしたら、そんなことかみたいな感じだった。嬉しいね。この人なんてテレビでカミングアウトしてますから。一緒。私そう笑っていいと思うんですよ。あれなんか、おねめん。おねめんか。そう。この二人はおねめんです。あ、そうなの？周りから何を言われるんだろうって思ってたら、周りからみんなからでしょうねって。フォトデラックスで日本全国に向けて。あら、どうでした反響は。反響もしマツコさんに言われたんだもんね。自分からゲイですってのを言わないスタイルだった。いきなりおちんぽ様大好きっていう話をするだけ。マツコさんにはどういうタレントさんが好きですかって聞かれたから、野村周平がタイプですって言って、えってなって、うん、マツコさんがそりゃそうよ、見たらわかるじゃない、ロシアからのお姉さんが来ただけのことなんだって解説をしてもらって、特に反響はなかった。親はまあ見てたみたい。ロシアはめっちゃ厳しいの。どうだったの？やっぱ時間かかった。人によるんやと思う、その受け入れ方っていうのは。そうでもそれをなんかこう、受け入れるのに時間かかったからといって、悪い人だとか偏見がどうのこうのっていう感じでは接したくないなと思ってて。教育っていうのもあるもんね、小さい時から。教育がなくってもさ、もう元々生理的にダメな人も絶対いるじゃん。そうそう、いると思う。うん、そう。でもそれって悪ではないし、うん、そんなこと言ったら自分にも本当に生理的に受け付けないものってあるから。うん、極端なことを言うと、例えば、とやかな方同士の行為を見るのが嫌っていう人もいると思うし、うん、思うのは僕はありやと思うんやけど、言うことは権利じゃないぞっていうのは言いたいなとは思ってるね。人間としての思いやりの部分だと思うんだよね、うんうん、言われたこととかある今まで。子供の時には結構やっぱり言われたよね、おかまとかつって、うん、どうしてたなされるがままみたいな、うんうん、自分でも分かってなかったしね。隠れて会ってたりとかしてたけど、気のせいだとさえ思ってたもん。こういう行為は気のせいで、私は女が好きなんだと思ってたもん、うん、自分もあったからちょっと難しいな。アリちゃんもあったの、うん、アリちゃんってね、生まれはモスクワなんだけども、カラチャイケルチェス共和国っていうすっごいね、聞いたこともないような中東の方に実はずっと住んでて、でそこで男の子ばっかりの友達やって、うん、自分のことずっと男の子やと思ってて、みんなで一回輪になって店一個しようみたいな、ちんちん店あるって何を考えたか分かんないけど、店屋一個して初めて自分が男と違うんだっていうのに気づいた。性の違いを。その後に日本に来て、中学校の時になんか女の子に対して一目惚れじゃないけど一方的な、あ、いいなと思って、うん、これなんか違うよね、おかしいのかなみたいな感じでそのままなっていったっていうか、うんうん、私はネットでもうゲイだっていうのを調べてたから、ゲイで興奮してるから私はきっとゲイだろうなって思ってたんだけど、周りでもう一人あの人ゲイじゃないっていう人がいたんだけど、うん、その人がもうバチクソにいじめられちゃってて言い出せなかったの。同じ仲間だから守ってあげれたのに。東京に出てきてそのことはあったんだけど、華やかにゲイやってましたけどあの人は。東京素敵ね。たまにはこういう話って何か大事やと思って。いや本当そうだよね、うん、いやしんみりしちゃいましたギャハッみたいなのが見たいという方は縁側さんのリンク載せておきますひどいもんですよ、ひどいこちらぜひ見てくださいまあ色々思うこととかねあると思うんやけども、まあぜひコメントで意見あれば言っていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、あのちょっと私たち初めてお会いしたじゃないですか、だからちょっとどうしても2人に言いたい。え、怖い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 。お土産持ってきた。嬉しいサインを書かせていただいたんで。そう、え、中に書いてあるってことです。え、開けていいですか。はい、私たちがですね、今年の頭に出した写真集付きベストアルバムです。あー、嬉しい金かけたね。ありがとうございます。CD がメインなんですか。そうよ。それで CD がメイン。そう。CD がついてる。だからこれ CD なんだよ。そう。CD 屋に並んでるわよ。みんな基本的に顔してる。これ。おかまの発想、このページ大好き大好きって言ったらあんたもおかまだ
このアルバムは3月出したんですけど、インディーズの締めくくりのベストアルバムになってて、10月に我々キングレコードからメジャーデビューさせていただいて、今3ヶ月連続リリースをさせていただいてっていう感じなんですよ。今デジタルシングルリリースなので、そう、新しいものがね、そう、ちょっとインディーズのこの中大成、一応そのダウンロードとかもできる、そうです、 iTunes とか、あ、できてもできる、あ、そういうのでもできる、うん、ぜひサブスクとかでも、 Apple Music でも聴ける、聴ける、ぜひ皆さんもね、すっごい宣伝挟んじゃったけどチェックして本来はもうまともに歌を歌って踊ってらっしゃるんで、私たち結構3人でちょっとディープな話とかよくしたりとかするの飲みながら、動画とかであんまりそういう話しないじゃない、ゲストに行った時とかやっぱ盛り上がりたいかな、どっちも話せるからお二人がすごい今日一日本当楽しかった、楽しかった、自分もちょっと恐る恐るやったんですよ、笑いがめっちゃお上手やから笑いでバーって行く方で終わるのもあるんやけども、ちょっと深い話したかったのよ、なんか、それにちゃんと答えてくれてもうすごい嬉しかったです、うん、いやー、ありがとうございます、またぜひあの、なんかね、タイミングがあったらぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ本日はピロシキーズとエンビーガブリエラでした。お疲れ様です。お疲れ様です。